美野田周作7月20日台は、日本の実業家。コールバーグクラビス、ロバーツ日本法人社長、会長を経て、一般財団法人100万人のクラシックライブ、代表理事、東京都出身。1974年、一橋大学経済学部卒業、日本工業銀行入校。ニューヨーク勤務、ロンドン勤務を経て、水ズコーポレート銀行で、 シンジケーション部門の統括やグローバル投資銀行グループ統括を担当。日本における為替オプション取引制度やシンジケートローン市場の整備を行った。また、イギリスの現地法人では中山恒博と二人三脚で経営を担った。2007年、水保コーポレート銀行を退社し、世界最大のプライベートエクイティファンド運営会社。 コールバーグ・クラビス・ロバーツに入社。KKR ジャパンの共同最高経営責任者に就任。2008年には KKR ジャパン代表取締役社長に就任。買収ファンドの運営を行う。2009年からは KKR が買収した日本トイザラスの取締役を兼務した。また、一橋大学で非常勤講師を務め、藤巻武氏。 タゴ秀ヒデトともに金融について講ずる。2013年4月、KKR ジャパン代表取締役社長を退任し、会長に就任した。2014年12月、同社退職。その後、2015年、地域の身近な場所で、ミニコンサートを開催する、一般財団法人100万人のクラシックライブを、設立指導代表理事に就任するとともに、 一橋大学大学院小学研究科、非常勤講師や、株式会社オプトホールディング取締役、株式会社投与コイン取締役も務める。産経新聞、2008.4、2418時1分2007年5月15日、日本経済新聞2007年12月3日、日本経済新聞2007年,200年5月15日、日本経済新聞、米 KKR。 日本法人社長に、元日協プリンシパル会長の平野志記用。ブルームバーグ。http://www. ブルームバーグ c o j p n e w s 1 2 3 m l k g y a h i 4 h 0 1 h t m l 2 0 1 3年11月21日閲覧。一般財団法人100万人のクラシックライブ。 100万人のクラシックライブ初の名前演奏に感動を分かってにも貢献等横印毎日新聞2016年9月26日一橋大学オプトホールディングありがとうございます